とこうとこうと違うでしょ。違う。これぐらい開けといた方が巻き爪の人は。ああ確かに。あ、はい、あ、ほんまや。こう開ける。空間が全然違う。でここを。足から健康、足神様です。よろしくお願いいたします。はい、ヤタガラスです。先日僕の足を見ていただいて、はい、まあ、ちょっとこれだと寝たきり予備軍だと。予備軍よ。怖え。というわけで、うん、あの足の爪をまず切っていこうと、うん、そう、あのマッサージとか歩き方やる前にあの先生があの汚い足触ったないっていうことだったので、そう、汚いもうなので爪をねちょっと切っていきたいと思います。はい。で爪の切り方ってやっぱりいろいろあるんですか。ありますね。本来はね、はい、爪っていうのみんなね伸ばさなあかんと思ってるんですよね。はあ、うん、で特にねうちの来る方ってめっちゃ長いかめっちゃ短いか、はあはあ、真ん中がないんやけど、はい、で基本的な巻き爪じゃない人の切り方と、うんうん、巻き爪の人と切り方違うと思ってます。普通の人はスクエアカットで全然いいです、はいはいはい、巻き爪の人とか巻き爪じゃなくてもあのちょっと歩いてあげたいなっていう人はやっぱりスクエアカットだけではあかん。なるほど。スクエアオフっていうちょっとこう丸く切るっていうのが大事ですね。へー。でさらに巻き爪で痛いなっていう人は僕が考えたんだけどもスクエアオフのオフっていうのをやらんとか。なんだそれ。オフオフオフスクエアオフオフっていうのをやらないと巻き爪治らないし痛みが取れない。自分でね痛み取ろうと思ったらなかなかその痛みが取れないですよ。なるほど、うん、じゃあちょっとそれをやっていきましょう。見てくださいこれ道具が違う。こんなあのあれですわ、あのほとんどこれはあのコーナーの普通のペンチですよね。そうで一番大事なのはね僕はこれで人生変わったんですけど。そうなんですかそれ。これヤスリ 0.5mm。 これみんな買ってください。これガンダム用。え普通のえガンダム用。燃え上がれ燃え上がれガンダム。すいません申し訳ありません。これ全部使うんじゃないですよね。あの爪切ればねこんなことしません、はい、ほとんど爪切りはこれとこれですね。なんかそのニッパーで切られるの怖っ、うん、見切ったごめんね。いや怖い、うん、でもあれですよねちょっといい、うん、いい爪切りってなんかこの形してますよね。そう、うん、これコーナーで何ペタけな1700か1800円ぐらい。もっと安かったかな一番ちっちゃいやつ。はいはいはい、はい、これで切っていきます。わかりました。よはい、で膝曲げましょう。膝曲げます。はい、また一歩ずつ行きましょうね。はい、こっちから行きますね。はい、膝曲げて、はい、はい、はい、あ、それで結構ですよ。はい、で、メガネ。メガネね。ごめんなさい。で、まあ、僕の爪は前回も言ってたんですけど、うん、巻き爪予備軍。これ何これ。爪なんかよくわかんないです。どうなんですか。爪。いや、痛い。いや、痛い。これ爪先生ですか。ほら爪これなんでそんな分かれてるの多分ね。爪で分かれたんですよ、うん、どっかのタイミングで。そういう感じだ。この爪はどうなんですか。まあねあのまあ巻き爪っぽいねんけどでもそんなひどくはないのでね、はい、切り方としたらまあまああのまあ、上手とは言わへんけどまあまあ普通なりに切ってるけど、はい、まずあの言うたみたいにスクエアカットっていうのは、はい、あのこんな感じなんだけどスクエアオフっていうのはちょっといい、はい、ここを削ってるだけやねこうやってシュ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 って感じだけどスクエアオフっていうのはオフ スクエアオフっていうのは中まで切っちゃいますからちょっとね。うん、それで巻き爪の人はそれで痛みが取れますから随分。なるほど、うん、そんな感じでやっていきますのでちょっと切っていいですか。はい、もちろんです。でもうほんまにこうほあ結構ガッツリ。そう足を切れるんですね。切れるじゃないですか。こうね。で、あとは、まあ、ペンチなんかね、こんなん、これはちょっと言わないけど、はい、こうやって持って、こう切るんですね。へぇ。これがスクエアオフ、オフですね。こうやって切って、ヤスリで。ヤスリを必ずガンダム。はぁ。燃え上がれですから。なんか言ってよ、せっかく歌ったの。いや、なんかはーと思いながら見てますけど、こんな丁寧に爪切りしたこんな感じだね。で、こっちも同じようにちょっと開けるとねこう切れるとこれもこれが痛くなってくるんですね、こんなのがね。これ
トゲトゲがね。あ、そうそう、それ多分ね入ってるなって思ってたんですよ。そうそう、これをね切って、はい、であとはもうこの、うん、もう爪はもう間空いてるのでこうやってもうこんでいいんです。全然え、こんだけでいいんですか。で、ここがもうタコになっちゃってるんですね、当たって、はいはいはい、爪が当たってね、はいはい、こういうのはね、あのトレアンとこれニベア塗ったりとか、はいはい、あのちょっと柔らかくすると随分楽になってきますから、はいはい、これは靴が当たってたら綺麗だって、うんうんうん、でこうやって悪くなってたりするんですよね。なるほど、うん、で、まあ、こういうのもそうなんやけど、これはもうあの下に向いちゃってる爪がねもう入っちゃってるんですよね、うんうん、そう、でこれもね、そんな難しくない。これはね、もうこうやってで、あんまり切りすぎてもダメだから、うん、あとはもうヤスリ必ずかけてくださいね。ヤスリはや、正直ヤスリやったことないです。あ、ほんまですか。男性は、まあ、女性はやらない人多いけどね、今日も患者さん来た人がね、ヤスリやったことないですって言ったかったし、うん、それはちょっとあのやっぱかけた方がいいね、ヤスリはね。ヤスリやったことあります？皆さん、ヤスリやってよ。あ、全然痛くないですよ。全然痛くないと思いますね、はい、うん、でこんな感じでいいんですよね。え、意外と深爪じゃないんですね、うん、全然切ってる感じが。そう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 、こんな感じでやってほしいんですよね。へえ、うんうんね、あとはこうヤスリでこう帳尻合わせてこうで、皆さんちょんと出てるのをブチョってやったりするから余計になるから、そうやってヤスリでこう削る、削った方がいいですね。確かに、でもこのぐらい柔らかいヤスリじゃないと痛いかもしれない、うんうん、中まで入るんですよ、グイッとこうやって。確かに入るから、綺麗にやると違和感ないんですよね。なるほど。あとはもう帳尻合わせるなんぼでもこうやってね削りゃ綺麗になっていきますから、こんな感じで、これで終わりですね。こんな感じ。なるほど、うん、あと僕中指がちょっと入ってるじゃないですか、うん、これね、これとかはどうですか。これもね同じだね。これはねもうこっちもこうやって切るんですけど、はい、前ね神様、はい、あの中指ちょっと巻き爪何かけやね、はい、言ってたけど、うん、もうこれもだから切り方で治るってことですか。これ今やったら全然 OK。 あ、へえ、うん、もう M はまだマシや、うん、こんな感じで切るの意外と深爪じゃないというか、そうそうそう、深、だって深爪あかんもん。あ、深爪あかんねや、うん、こうやってギュッとやると痛いやんか。痛い、あんまあかん、そうなんだ。これぐらいの爪残しとく方がいいね。ちょっと白いとこ残すな感じ。なるほど、うん、で、ヤスリやったら、あ、ツルツル、うん、2週間に一遍とか3週間に一遍とかこうやってやればいいんだけど、ほんならそんな爪切る必要ないやんか。あ、爪は基本バチバチ切るもんじゃない、切る方がいいね。ヤスリで削れる、だから1ヶ月、2ヶ月とか3ヶ月とかやんねやったら切った方がいいけど、うんうん、ちょこちょここうやってやってると切らんでええやんか。確かに確かに、うん、めんどくさいけど、うんうんうん、でもそうやってやった方が綺麗。ヤスリで削ってる人とか綺麗よ。へえ、うん、そうなん、あのだって例えばね、はい、ここ削る思ったら10回でいいわけよ。確かに、こうやって1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、これで、なるほど、綺麗にねできていくわけだから、こうやってできるよね、うん、でちょっとこの小指とか変なの出てきたりしたら、あ、そう、ね、よくねぶつけるから、あとはこう角を削っとく。まあ、爪切りはあかんことないけど、爪切りより爪ヤスリやね、うん、ああヤスリ、爪をヤスるっていうことが大事。なるほど、こんな感じで、はい、ぜひあの皆さんね、あの爪切りもいいんですけど、爪切り終わったら必ずヤスリをかけていく、うん、でそれがちゃんと帳尻が合えば綺麗にできれば、もうずっとヤスリで2週間に1回ぐらいとか1週間に1回ぐらいヤスリやっていくと、もうずっとそのままで綺麗になっていきますから。なるほど、どれぐらいで回転するもんなんですか。いや、もう爪切りやったらすぐ結果出るんじゃないかな。頑張って切ってヤスリでやっていけば、あの全然痛みもないし。なるほど、ちょっと僕の足のビフォーアフターを、うん、これが今ね切ったのと切ってない、うん、そうそう、ちょっと、まあ、そんな変わらへんけど、こんな感じで切った方がいいね。ここのところとこうって違うでしょ。違う、これぐらい開けといた方が、巻き爪の人はね、あー確かに、ひどい人もね、はい、あ、ほんまや、ここを開けるってこと、空間が全然違う。で、ここを常にこうやっときゃずっと開いてるわけですから。なるほどなるほど、特に女性なんかね、こうやってたら全然、というわけで、はい、こんな感じでよろしくお願いいたします。